い、皆さんこんにちは、ズータイムです。さあ、今回のズータイムチャンネルは、また、外へ出ようと思うんですけども、コールダックを、綺麗な川に連れて行ってあげようと思います。もうね、9月にも入って少しだけ暑さが和らいだと思うんですが、まだまだ猛暑日が続きますので、もう夏の本当の終わりに、コールダックと一緒に川へ遊びに行ってみようと思います。それでは行ってきます。はい、今ね、川へ向かう道中なんですけども、こちらは石川県の加賀市という場所です。石川県でいうとだいぶ福井県寄りの方になって、小松市から今加賀市の方に、入ってきたところです。で、加賀市では山中温泉、山城温泉という、まあ、有名な観光地にもなっている温泉街があるんですけども、そちらの向かう途中の、この今、ね、景色見えると思うんですが、山の中にある綺麗な、川がありますので、そちらの方に今日はコールダックと一緒にね、遊んでみたいと思います。とても流れも緩やかな川なので、コールダックもとても喜んで遊んでくれるかなと思います。このロケーション素晴らしいでしょう。やっぱりこれが地方に住む醍醐味でもあると思います。はい、山道の方に入ってきました。もう間もなく到着なんですけども、こちらのね、田園風景が広がる、昭和の、ね、景色が広がっていますね。とっても気持ちいいです。最近私は野鳥観察も、本格的にやっていまして、ちょっと YouTube の方には、動画を撮る機材がねまだ揃ってないので、もう少ししたらね、野鳥の方もこのズータイムチャンネルにも、野生のね、野生動物たちの記録もアップしたいなと思っているんですけども、とりあえずね、このような、綺麗な山道に入ってきました。もう間もなくね、川の方に到着します。はい、では進んでみましょう。ちょうど稲刈りの時期ですね、今。動画でも紹介したんですが、もみ殻をね、私たちちゃんと分けていただいているので、こういったね、農家の方々がね、一生懸命作ったお米の恩恵にも預かっているわけですね。本当に綺麗な景色ですね。紅葉はもう少し先ですけども、この秋の始まりの景色もとっても綺麗ですね。杉林が花粉症の時期はとても恐ろしいですけどね。それほど上流には行かないので、下流の、穏やかな流れのところに向かおうと思います。はい、到着しました。とっても綺麗でしょう。こちらの浅瀬の、流れもね、とっても穏やかな川なので、子供たちと遊ぶこともできるような川の場所です。こちら私のね、とってもお気に入りの場所です。はい、今はね、もうアブも少ないかなと思いますので、安全だと思いますが、一応気をつけて行ってみたいと思います。はい、こちら降りてきました。ミンミンゼミが鳴いています。夏の終わりですね。はい、ちょっと足つけてみますね。こんな感じ。めっちゃ冷たいですね、まだ。うわ、気持ちいい。はい、じゃあコールダックも連れて行きます。はい、到着しました。じゃあこちらにコールダック連れて行けます。はい、初めてのね、川ですね。私たちの場所もね、飼育スペースとしてはとっても広いスペースで、コールダック飼育して、毎日お散歩もね、動画でご覧の通りしているんですけども、やっぱりね、このすごいね、野生のフィールドはね、もっともっと広いですし、ね、この今の時期特に、コールダックも人も暑いので水浴びしたいなという気持ちが
あるのかなと思いますので、今日はここに連れてきました。ね、やっぱりこれシフカではこんだけ広いプール用意できませんからね。入ってみる？じゃあ一緒に入ってみたいと思います。ピーちゃんも入ってみる？あ、入れるね。入ったね。あー、すごい気持ちよさそうですね。あー、気持ちいい。なかなかね、なかなかこんな広いとこね、ないよね。あー、とても気持ちよさそうですね。もうちょっと行ってみましょうか。行きましょうか。飲んでますね。はい、水浴びもしていいよ。思いっきりね、今日は楽しんでください。ピッピシケ。はい、ここはね、本当流れも穏やかなので、安心してね、泳ぐことができます。では、しばらくね、このコールダックがね、気持ちよく楽しんでいる様子をご覧いただければなと思いますので、コールダックを撮影したいと思います。すごい。
憩しなくていい。こっち一回休憩する。ウキウキだね、そこは今足ついてますね。はい、どう、こっちにもうちょっと行く、もっと行きたい感じですね。よし、じゃあ涼みましょうか。よし、行くぞ。もうちょっと進んでみましょう。ちょっと上流の方行くとね、流れが激しいので、さすがのコールダックも難しいかな、行けるかな。カモはね、ここまで流れがあるところにはあんまりないので、ちょっと厳しいかもしれないですね。取れる。おお、進めるね。取れる？すごいすごい。お。この辺にしときますか。人間も厳しくなってきました。ね、これだけまだまだいけそうですね。はい、じゃあちょっと押し戻されているので、ゆっくりゆっくり戻りましょうか。とっても気持ちよかったですね。よいしょ。こっち戻ろうか、一回。ここは深いぞ。浅瀬ではね、このカモの仲間は、まあ、泥いじり、ね、砂利などの間からね、でまた小さな生き物を見つけて食べたりとか、ね、あとは、泥の中のね、ミネラル分などを、体にね、取り組んだりしてますので、まあ、こういったね、泥をいじるっていうのはとってもカモの仲間では大切なことです。まだまだ遊びたそうですね。楽しくてね、しょうがない様子ですね。やっぱりどれだけね、人が広い空間を用意してあげても、やっぱりこの野生のフィールドにはかなわないので、このコールダックはね、マガモが家畜化された小型化したアヒルなんですけども、祖先はね、やっぱりマガモなので、ね、この渡り鳥でもあるんですよね。ですから本当は広いフィールドを飛んで、広い湖で生きているカモの仲間なので、やっぱりたまにはね、こういった野生の広い、川や池などにも連れて行ってあげたいなと思います。もちろんね、このコールダックの安全性もね、ちゃんと気をつけて、川の流れだったり外敵がいないか、それからね、ちゃんと人がしっかりね、そばについてあげれる信頼関係がある鳥じゃないと、
ことはできませんので、そこら辺は十分皆さんもご注意してください。はい、いかがだったでしょうか。今も水浴びをしてまだまだ遊び足りないよとアピールしているんですけども、この後も少しだけ、まだ遊びたそうなのでコールダックと一緒に川遊びをしていきたいと思います。それでは今回はこの広いフィールドに出てコールダックと一緒に川遊びをしてみました。それでは引き続きブルータイムチャンネルをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。